子グマのベルボン7、星空の向こうで会いましょう。1、鈴鹿市立図書館。今夜は星祭りです。星祭りは森の広場で流れ星を見ます。誰が一番たくさん流れ星を見つけるか、みんなで競争するのです。さて、図書館では月ちゃんが椅子をカタカタさせていました。あれはジャックが作ってくれた赤い椅子ですね。ねえジャック、かぐや姫はね、とっても綺麗でみんなに愛されてたの。月の人だったからよ。もしかして私も月から来たのかしら。ジャックはどう思う？なんだって？ジャックは読んでいた本から顔を上げました。月夜の晩、かぐや姫にお迎えが来たの。みんなは引き止めたけど、結局かぐや姫は月に帰ったわ。ねえ、私にもお迎えが来るかしら。月ちゃん？ジャックが驚いた顔をしました。私の本当の名前はルネでしょ。フランス語で美しい月という意味よ。ママがルネは月からの贈り物よっていつも言ってたもの。ジャックは本を閉じて言いました。いいかい月ちゃん、月ちゃんはフランス生まれ、月生まれじゃないよ。月ちゃんは聞きません。もしお迎えが来たらどうしよう。ジャックは呆れて言いました。お迎えは来ないよ。だって今夜は星祭りだからね。途端に月ちゃんは不機嫌になりました。もういいわ、ジャックに聞くんじゃなかった。月ちゃんは椅子から降りました。この椅子ガタガタする、すごく傾いてるわ。本当？どれどれ？直さなくたっていいわ、どうせ使わない。月ちゃんはぷいっと向こうに行ってしまいました。月ちゃん何を怒ってるのかな。キウイキウイ。しばらくしてももちゃん、ベルボン、ポンくんがやってきました。めいめいに星の本を持っています。星空を眺めながら眠るのって素敵ね。ほらこれ、星空に浮かんでるみたいよ。ももちゃんが星空キャンプを読みながら言いました。セロヒキのゴーシュはね、毎晩動物たちに演奏を聞かせるんだ。僕のおじいちゃんも晩ご飯のあといつもチェロを弾いてくれたよ。ポンくんが言いました。へえ、素敵ね。おじいちゃんがチェロを弾くとね、
僕はすぐ寝たんだって。ポン君のおじいちゃんのチェロ、私も聞きたかったな。ベルボンは、お空に果てはあるの？を読んでいました。果てって端っこのことだよね。空の端っこって本当にあるのかな。ここから空の端っこは森の木に隠れて見えません。空はどこまで続いてるのかな。ブラックブックさんのところまでつながってるかな。ブラックブックはいろんな世界を見たいと言って一人で旅に出たきりです。今頃どこにいるのでしょうか。あたりが薄暗くなってきました。そろそろ星が瞬き始める頃です。動物の仲間たちは森の広場に向かいました。ジャックは月ちゃんを探してお話の部屋に行きました。月ちゃん、星祭りに行かない？星祭りなんて興味ないわ。私が見たいのはお月様だけ。月ちゃんはそう言って背を向けました。月ちゃんは強がってるけど本当は寂しがり屋なんだ。ジャックは月ちゃんの隣に座りました。月ちゃん。ジャックは空を見上げて言いました。僕は親も兄弟もいないし、帰るふるさとなんてない。でも寂しくないよ、月ちゃんがいるから。月ちゃんは心がきれい。僕にとって一番大切な仲間。だから僕はずっと月ちゃんのそばにいるよ。と言いながらジャックは後ろにひっくり返りました。赤い椅子が傾いていることをジャックはすっかり忘れていたのです。ジャック、大丈夫？月ちゃんが呆れて言いました。やっぱりこの椅子直してもらおうかしら。星が降り始めました。星祭りが始まったのです。